ねえ玉吉君何おたまちゃん大人ってやたらと遠回しに年齢にたどり着く会話をすると思わないあれって聞いてて笑えるよねまずは「おたまちゃんのお母さんお若いですね」っていうところから会話がスタートするのまあマジで若いけどね次に「そんなに大きなお子さんがいらっしゃるようには見えないわ」っておたまちゃんのことねうんうんでママが調子に乗って「いくつに見えますか?」って 何気クイズになるわけね。私だったらその回答結構困ると思うんだよね。どうしてお若いですねって言っちゃった手前、実年齢より上を行っちゃったりしたら大事になるでしょかなり若い年齢から入るってことか。でもさ、私という子供の年齢からある程度推理できるよね。なるほど。もし20歳で産んでいたら、 今、32歳とかね。そこら辺からスタートしておけば間違いないってか確かに。で、おたまちゃんママは実際いくつなのよ玉吉くん、レディーの年齢をそうそう気軽に聞くもんじゃないっつーのあ,あ突然怒られるパターン。<laughs> 結局、ベールに隠すわけね。玉吉くんのおかんはいくつようちのおかんの年か。うん ホントにわからないんかーいだってうちのオカン僕が小さい頃からずっと「オカンは永遠の27歳だからね」って口癖のように言われててさオカンに洗脳されてたわけねだから本当の年齢は即答できないというじゃあ今でも27歳ってことで随分貫禄のある20代そこは目をつぶろうありがたやああ